10年以上選手ではあるんだけど、なんかさ、オタクの生み出す言葉ってさ、結構おもろかったりするじゃん。僕その中でさ、結構好きなさ言葉があってさ、その新人の若い女性声優とかが出てきた時に、俺のこと好きそうっていうコメントがあって、それがマジでめちゃくちゃ好き。新人女性声優、初めて見る声優に対して俺のこと好きそうっていうコメントで、その人が、そのね、俺のこと好きそうな女性声優がちょっと垢抜けてきて人気になり始めてきてから、なんたら俺と付き合ってから垢抜けたねっていう、あの気持ち悪いコメントマジで好きなんだよな。俺と付き合ってから垢抜けたねって言いてー、キモすぎて自分では言えないけど言いてー。半径どうこあ、わかるな、これ半径どうこはわかるんだけど、わかんないから見よう。昔の友達とばったり会って、昔の親交を、思い語り合うことと。僕さ、そういえばさ、あのね、最近あのボッチザロックで文化祭の会があったんですよ。で、そのボッチザロックの文化祭の会を受けて、自分のね、文化祭にね、ちょっと思いを馳せてみたんですけど、まあこれ特に1年生の頃の思い出なんですけどね、基本的に放課後は部活だから文化祭の準備とかあるじゃないですか。それに一回も参加せずで、当日の朝も部活があって、まあ当日朝部活行って、お昼から教室、学校の教室行って、あ、もう疲れたわって、教室の使わないスペースでただ寝てるだけで文化祭終わるっていう、はい、あのまるで文化祭関係ない思い出だけが蘇ってきて、あ、俺の文化祭って素敵だったなって思いましたね。素敵な文化祭をね、過ごさせていただきましたということで、以上僕の文化祭の思い出でした。こんなんね、全くね、昔の友達とばったりやってもね、まあ、昔の友達がいないっていう話はあるけど、花も咲かないね、茨すら咲かない。あのこれを見てる学生の方がいたら、学生のこじらせたオタクがいたら、悪いことは言わんから、あの高校生活をはっちゃけてくれ。俺の分まで楽しんでくれ。あとね、最近あれだ、あの水野咲っていう、あの俺のこと好きそうな女性声優がいるんだけど、最近その人のライブ配信を見たらね、開始3分ぐらい、こんにちはっていうコメントに対して、何々さんこんにちはっていうコメント返しをしてて、すげえなって。今をときめく俺のこと好きそうな女性声優が、こんにちはコメントについて一人一人に返事しとると思って、いや僕そんなにね、こんにちはのコメントに返事したことないなって思いながらね、そのライブ配信見てたんですけど、そもそもあの僕のライブ配信にこんにちはっていうコメントがほぼつかないっていう、はい、ことに気づきましたね。出てこなさげ、あとだんだんお腹が空いてきたぞ。僕のお腹の音が入るかもしれん。ちなみにもう僕に聞こえる範囲で 2,3 回鳴ってる。多分聞こえてない、よかった。僕のねマイクさ、なんか別にそんないいマイク使ってないからさ、でもやっぱりね、僕って配信の、あのライブ配信の面白いところって、まあなんか大声でリアクションするときだと思うんだよ。分かりやすく面白くなると思うんだよ。だからそれをノイズキャンセルとかノイズゲートに、あのカットされないために、何もカットしない、あのノイズキャンセル、ノイズゲート一切入れてないんです、僕のマイク。だからね、多分普通に雑音とかお腹の音とか外の石焼き芋とか聞こえてくると思います。なんか音楽にさ、漢字が使われるっていう感覚がさ、いまだにわからなすぎて、目新しすぎてね、なんかいつかね、あ、ちょっと待って、ババ、え、これ言ったか、言った、なんか今あの町の防災何々ですみたいなさ、放送がさ、いやまだしてるか、まだしてるけど大丈夫か。あ、そう、僕さっきもね言ったんだけど、僕のマイクね、ノイズキャンセルとかノイズゲートなどなど全くつけておりませんので、全てを受け入れるマイクとなっております。よろしくお願いしますということで、俺さ今気づいちまったんだけどさ、これ
39ページまでやったらさ、サンキューってことにならんか？なあ、これ、今年一年ありがとう、サンキューってことにならんかのーってことでもう一ページやります。IQ180、天才のひらめき。今年一年、39ページ目、サンキュー、ありがとうございました。じゃ、お疲れ様でした。良いお年を。